理容室を営んでいた母を亡くし、今もその店を守り続ける男性を取材しました。西宮市にある理容室、ヘアーサロン西野。店長の西野正義さんです。子どもの頃から理容師だった両親の背中を見て育ってきました。いつも忙しくしてましたからね。学校から帰ってきたらもうほんなら作って手伝いやいう感じで、うん、もう下履いてやとか、ほんとタオル洗ってやって、うん、洗い回してやとか、ご飯作っといてって、そんな感じですね。店に飾られた一枚の写真。笑顔を見せているのは西野さんの母、節香さんです。18年前、63歳で帰らぬ人となりました。あの日、節香さんは大阪に向かうため家を出ました。娘に女の子が生まれ、おばあちゃんになったばかりでした。孫の写真が出来上がっても喜んで喜んで、アルバム入れて、もうカバンの中入れて、肌も離さずみたいな感じでね、もうあっち行っては孫の写真を自慢して、もう近所中に自慢して終わったら、今度はもう昔住んでた大阪の方まで行って、大阪の友達に見せるんや、あえてね。節香さんが乗っていた2両目は犠牲者が最も多く、事故で亡くなった106人の乗客のうち57人がこの車両にいました。生存者の方から、まあ、うちの母親が、まあ、座席に座って寝てたというのを、まあ、見てた方がいらっしゃいますんでって言って、でまあ、後日になって母親 その持ってたバッグと、写真のアルバムですね、あれがまあ帰ってきたんですけど、まあ、血だらけになってないですね、うん、顔の方には傷はなかったんですけどね、うん、後頭部の頭蓋骨がもう損傷してたんで、もうそれは致命傷だということでね。地域に根差し、夫の道春さんと店を続けてきた節香さん。明るく話し好きな一方で、技術には人一倍厳しい人でした。よく怒られましたよ。もう毎日怒られてましたからね。あんた私の言葉でなんでこれができるのじゃって怒られましたけどね。うん、もうその指がね、そんなにこのうちの母親みたいに器用に動かないんでね。お客さんが満足して帰ってもらったら、よくやったなって褒めてくれますけどね、うん、まあ、技術に関してはうちの母親にはとうとう勝てなかったですね。店の顔を失った西野さんと道春さんですが、事故の9日後に営業を再開しました。仕事するような気じゃなかったんやけどね。ただこう仕事するのが母親に対する供養やいう感じで、もううちのお父さんはね、もう仏壇の前でこのね、じっともう座ったままでね、動かなかったんですけど、しばらくね、うん、やっぱお客さん来たらね、もうしゃあないな、やらんとしゃあないな、って言うてね、まあお客さんがあってやっぱこう元気になるっていうんですかね。それから親子2人で支え合ってきましたが、道春さんが体調を崩すことも増え、今店を守るのは西野さん一人になりました。節香さんの命はあの日奪われてしまいました。それでも節香さんのもう一つの命は今もそのままです。まあ、うちの母親のハサミなんかまだ保管してるんですけどね、こういうやつですね、うん、18年の時が経って少し錆びついたハサミは母が生きた証し、母がここにいた
証。西野さんは母の面影とともに店に立ちます。やっぱちょっとうちの母親の道具とかをのけてしまうとね、やっぱちょっと寂しいものがありますからね、やっぱりどっかで見とるんちゃうかというなんか緊張感がないとね、母親いつもこう見てるようなこう感じで、まあ、仕事をさせてもらったんですけどね。写真の中の節香さんがそっと背中を押してくれます。時に厳しく、時に優しく。